佐賀県のスポーツを愛する皆さん、学生の頃プロのスポーツ選手に憧れたと思います。ただそれ以上に隣町の学校の先輩に憧れたことはなかったでしょうか。この番組はそんな地元のスター選手、つまりサガンエースたちのうまさの秘訣に迫る番組です。主人公は佐賀国スポで活躍が期待される現在中学生の各競技のエースたち。佐賀国スポに向けて部活に勤しむ小中高生の未来が明るくなることを心から願って、サガンエース。私たちは輝くアスリートを応援しています。今回お伺いしたのは多久市立桃源商社中央校のサッカー部です。今回特集するのは、これまで獲得した MVP の数は4回以上、精密なパスとシュートでチームを牽引する若きサガンエースです。神木俊です。ミッドフィルダーです。小学3年生です。駅伝をやっていました。小学校まで合わせると MVP は4回以上取っています。前回の中大連で県ベスト8を取っています。パスやドリブルで崩して得点を奪うことが好きです。キャプテンの山田先輩です。今北陽高校で頑張っている兄の亀修太郎です。初めて得点を取ったところです。シュート練習です。狙ったところにしっかり決めることが楽しいからです。しっかり端を狙うことを意識しています。フィジカルトレーニングです。一つ一つをきちんとやることです。いつも周りとコミュニケーションをとってタイミングを合わせるように頑張っています。これから伸ばしていきたいところは、キック力を伸ばしていきたいです。毎日家で筋トレをしています。最近はスクワットなどをしたりしています。自分に合ったスパイクを決めることです。履いてみて痛くなかったりとか、しっかり自分の足に合っているとかを確かめています。宿題は毎日絶対出すようにしています。持久力をつけるために走っています。プロサッカー選手の本を読んだり、YouTube で海外のプロサッカー選手のプレーを見たりしています。はい、プレーの方でも、それから学校生活でも非常に、真面目で、また、優しい性格です。普段から、コツコツと努力する、真面目な努力家です。これからどんどん、フィジカルなど、伸ばしていきたいところを伸ばして、それからさまざまな試合なんかを通して、プレーもそれから人間的にも成長してもらいたいなと思っています。県中大連でベスト8を取ることです。今回神戸君からお話を聞いて、何事にも継続して取り組んでいる印象を受けました。シュート練習など技術的な努力はもちろん、筋トレや宿題などどんなことでも毎日コツコツと継続することが正確なシュートにつながっているのかもしれません。神戸君、チームメイトのみんな、中大連ベスト8目指して頑張れ。